はい、どうも加藤です。こんにちは。こんばんはだね。はい、どうも。今回の動画は Google からの不正請求があった件についてお話ししてみたいと思います。ではでは、ではスタート。もう不正請求いや、もうこれ僕が入院してた時にの話にはなっちゃうんですけど、5月の支払い確定しました、で6月の振り返り日に用意してくださいっていう、まあこういった通知が来るじゃないですか。何買ったんかなって、何買ったってかね、まあ僕結構そういうのチェックしないんですよね、あんまり。あ、なんか何だったっけ、確定しました、あ、なんぼ払うんだけのかなっていう感じでいつもチェックしてみるんですけど、で、ああ、まあまあ使ったなと思ってて、じゃあちょっと来月はあんまり使わないようにしようって心がけようと思って、チラッて見たら、あれ一桁数字違うんですけどって何これ、そんな俺買ってないよと思って、でバーって何買ったんかなと思ってみると、 Google って出てるんですよ。こんな感じで、合計 Google からの請求が150万来てたんですよ、僕。150万ですよ。と思って、それまで確定されてないやつなんで、だから7月に支払う、6月の請求分だったんで、あれだったんですけど、ちょっと待って、何事これって、全然身に覚えないんですけどと思ってて、もうこっちはもう、水炎で入院しとるわ。Google からわけのわからん不正請求が来てるわ。いやー、さすがにちょっとね、もうあの日はちょっと参りましたね、マジで。でもすぐにカード会社に連絡入れたんですよ。身に覚えのない請求が来てるんですけどって言ったら、カード会社は何もできないんですよ、請求が上がったことに対しては。まずはその当事者とその請求が上がってた会社、まあ今回は Google なんですけど、そこに身に覚えのない売り上げが上がってるんですけどと、これどういうことなんですかって問い合わせてくださいということだったんですよ。マジかーって、まあ、Google って基本的にその電話がつながらないっていうか、もうメールでのやり取りになっちゃうんですよ。だからメールで身に覚えのないその請求が上がってきているんですけど、これはどういったことなんでしょうかと、っていう、まあまあ内容をこう送るわけですよ。そしたら1時間後ぐらいかな、まあこの度はなんかの不正請求ということでっていう感じでこうメール来るわけですよ。チームを作ってその売上に対してこう本当に不正請求だったかどうかっていうのを検証していきたいと思いますので、お時間の方今しばらくいただけないでしょうかということだったんで、まあ不正請求かどうか調べるとか言われても、こっちだったら Google から何も買ってもないのにさ、というある気持ちはめちゃくちゃあったんですけど、でもああ分かりました、じゃあよろしくお願いいたしますって。でもね、ほんと、そしてでもそのやっぱそのさ、メールがそのなんだろう、不正請求が結局何個分かっとったかな、20、最終的には24件かな
あって、そのまあ同じコードのやつもあったから、実際はだから7件か8件ぐらいかな。でそれをまあ調べてもらうことになったんですけど、まあそれももうね、もう面白いって言っちゃなんですけど、2000円っていう、もうくそくだらんどうでもいいような売り上げは3日後にはすぐ分かっちゃうんですよ。あ、これは不正請求でしたのでってカード会社の方に伝えておいてくださいみたいな。いや、そんなんどうでもいいわって、わしが言いたいのは、あんたらさ、10万円の売り上げが上がってるのがさ、それが15件かあったんですよ。それ調べてほしいぞ、こっちはもう犬の一番でみたいなっていう感じだったんですけどね。もう結論から言いますと、1週間ぐらいかかりましたけど、まあ、今回 の156万円かな、合計はの売り上げに対して不正請求だったということが認められましたと、カード会社の方にお伝え願えませんでしょうかっていうことで、もうやったやっと終わったと思ってね、もうほんと、まあ一応それで Google からはまあ、そういうふうな、ね、返答はいただいたんですけど、このカード会社でもそれでは関係ないやつが一応売り上げが上がってるんだから、だからその後すぐよ、もうカード会社が出て、まあこここここういう、その前、その1週間前に連絡入れたんで、まあ今回そういうことだったんですけど、で一応 Google の方からその不正請求があったっていうことをが認められたんでと返信ありましたと、それでカード会社の方にお伝えくださいっていう連絡もらったんですって言ったら、あ、わかりました、じゃあこちらも再度ですよあの調べ直して Google の方に、何やったかな、売上廃棄売上が上がってるのを取り下げかをしてもらう手順に入りますということで、ああそうか、でもじゃあすぐじゃないんだなって、カード会社も一応こっから Google にその不正請求があったことを取り下げろというやり取りもせんとけのんだみたいな、で今一応じゃあそうやれ、じゃあお願いしますみたいな、でそれがいつだったかな、金曜日だったかな、だから先週の金曜日に、先週っていうか要は金曜日に起こって1週間後の金曜日に決着がついて、 Google とですよ、でその後カード会社にかけて、でカード会社も、まあ、Google さん結構土日お休みなんでだから月曜日の朝ぐらい、そのセキュリティチームの方にから連絡があると思いますので、ご対応お願いしますということで、で月曜朝、違う、そのまますぐかかってた、金曜日に、で5月のいついつに Google さんのなんかありますけどみたいな、覚えてますか、いや全然 Google 何も買った覚えないですけどみたいな、じゃあ2月1日に Google にこのカード番号を入れてますと、覚えてますか、いや Google ですかって、全くないですよそんなの、でそうなんですよね、アカウント、僕 YouTube 用のアカウントと、その昔から持ってたアカウントと、なんかこうビジネスに使えるかなってアカウント3つ持ってたんですよね。だからこのどのアカウントでこの売り上げが発生したか分かんなかったっていうのもあったんで、でも YouTube だったらどうしようかと思ったんですよ、僕もこのアカウントも、もうやめなくちゃいけないかなって、ただそのもともと使ってたアカウントでの不正請求が上がってた
っていうのもあったんで、ちょっと良かったって思いながら、まあ、このまま YouTube 続けれるなーってはちょっとまあ内心ちょっと安心はしたんですけど、まあその後まあいやちょっとまあカード会社の話とやりとりで、いやもうまあ全くないですみたいな。でまあ土日挟んで月曜日にもう一度カード会社の方から連絡があって、まあこの度は大変お騒がせしました、いやいやそんなことないですよって、でまあ一応再度確認させてくださいと、 Google さんとの、いやあの取引はありませんでしたなって、いや全くないですと。で分かんないですよ、その Google がなんでそのった10万円の売り上げをこう上げてきたのかっていう、こっちでも分かんないですよ。で一応僕ねそのGoogle になんでこういうことが起こったんですかと教えてくださいって一応メールは入れてるんですけど、その返信はないんですよ。あくまでも例えばね0001の売上が不正請求でしたとか、002も不正請求でしたみたいなっていう返信しかなかったんで、で最後にこの度は大変お世話がせいたしましたみたいな、いやなんでそんな買ってもない広告、Google 広告のその売り上げが上がったんですかみたいな、それちょっと教えてくださいよっては言ってるけど、それは全くもう無視っていう感じで、怖いですよね。でまあ一応、まあ、カード会社の方からその7月の請求分は全部きれいにしときますんでとかで、だから Google 以外のものはあの加藤様身に覚えありますかっていうか、あ Google 以外は全部私からお買い物したものってバッチでございますっていう感じで、だからもうカードも番号を新しくしてからもう手間かかりましたけど、その156万円の売り上げはなくなりました一安心ですよ、もうやっとこさ。でその来月のこの見て、ああなくなってると思って、もう本当ちょっとゆっくりできたかなっていうほっとした時間でございましたね。だからそういう風な、あの結構不正請求とかそういうの、なんかそのカードが使われるとかっていうのは、なんか僕あんまりなんかもうテレビの中の話かなって思ってたんですけど、意外にこう近場っていうか自分がその当事者になるんだなって思ってて、だから本当今回教訓になったのは、まあ最低でも週一遍はカードのチェックをした方がいいと思います。だったらそんな何十万も何百万もならないうちに抑えられるんで、焦りました。だからその本当に自分が買ってもないものとか身に覚えのないものっていうのはちゃんと抗議した方がいいです。僕も一瞬も腹くくりましたもんね、もうこれ払わんといけんのかなっていうぐらい、まあ、ちょっとね僕の中ではちょっと追い詰められたっていうか、もう、まあ、どうしようっていうとこあったんで、もうね買ってもないのに何なんこれって、この Google の売り上げみたいな、ずーっともうイライライライしてたんですけども、もうみたいなね、くそもう払えへんかっていうぐらいの勢いになった時期もあったんです。そのじゃあ問い合わせてる時のその要は答えが返ってこないからなかなかもう不安でしか仕方なかったんですけども、もうとにかくこれもう一旦払ってで、その後でも最後でも抵抗してもう返してもらうしかないのかなみたいなっていうとこまで行ったんですけど、まあ知り合いにまあ相談したらね、もうそれは絶対やっちゃダメだと、もう銀行からそのカード会社のその停止しときなさいみたいな、あの落ちないようにみたいな、なんかキャッシュバックしてもらいなさいってそのね向こうは言うかもしれないけど、実際にそのキャッシュバックしてくるかどうかっていうのもそれはまあ分かんないよと、もうそれだったらもう払って、身に覚えのない売り上げなんなら、売り上げっていうか身に覚えのないその
請求が来てんだったら、まあ、絶対払っちゃダメみたいなって言われたから、もう、まあ、そこでもう本当よし、もう腹くくろうみたいな、まあ、とにかく退院したらまずもう銀行に行こうみたいな。それでもうカード会社の取引を停止してから、まあ、そっからもう Google とやり合っちゃおうみたいなと思ってたんですけどね。そしたらまあその日の夕方にね、 Google さんから全部不正請求でしたっていうのが来たから、一安心っていう感じで終わりました。だから皆さん絶対諦めちゃダメです。もうとにかくすぐにまずカード会社で、その後その売り上げが上がってる会社にもう連絡入れる。でそのそれが不正請求だったかどうかっていうのをこう調べてもらうということでされたらいいと思います。わー助かった、150万ということで、あなんかすごいほっとしました。ありがとうございます。ということで今回の動画は、150万の不正請求が来てたけど、ちゃんと手順よくやればそれもチャラになるっていうのはおかしいんですけど、なかったことになりますよっていう動画でございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。